English Bootcamp TV。どうも、English Bootcamp のリュウです。今回からはシーズン7に突入していきます。シーズン7は新年会編になります。お仕事が始まりますと、いろんなところから新年会のお誘いがある。そんな方もいらっしゃるかと思います。もしその飲み会の席に外国人の方がいらっしゃったら、英語で何か質問された時、あなたならどう返すか、そういったところを意識して、このロールプレイを行ってみてください。それでは第1回目行ってみましょう。 Yes! You can speak! What is that kanji?Okay, thanks for the explanation. Example. A kanji is a person who takes care of a party. はい、一見難しそうなこんな質問も Person who care of a party というシンプルな英語でまとめられますね。あまり難しく考えずパッと本質をつけると最高かと思います。それではこれを踏まえまして、もう一度このあたりからトライしてみましょう。私はこの辺で。また次回。See you!